たった3人でここまで。お前ら一体何なんだよ。てめえらがケツ持ってる乙姫ランドの店員だ。あのソープランドの店員。俺らはな、あの店で働く向田菜の葉ちゃんっていう子を助けるために動いてんだ。あの子の父親をあの施設に閉じ込めて、金をむしり取るだけむしり取って殺そうとしたのはおめえらだろ。言っただろ、世間がやりたくねえ仕事を。何が世間のしたくない仕事をやるだ。ああ、都合のいい言葉並べて任侠道語ってんじゃねえよ、このチンピラが。待ちなさい。お親父。戸塚の兄弟、これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして。それで鉄砲玉に見えなくもないが、極道かお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません。会長に頼み事があってきました。頼み事？そこにいる戸塚って組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ちょっとお時間いただけますか。お前らが鉄砲玉でないという証拠は。確認してください。丸腰です。どうした？こいつ兵隊の知れない札を持っています。ああそれね、俺も全く身に覚えがないんすよ。誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。どうしますか？気にするな、おもちゃの札だ。タコ糸で縛んなくていいのか。あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。えらく詳しいじゃねえか、高部の頭。そりゃ昔日本も詰めさせられたんだ、あんたによ。さっさと道具持ってこい。ヤクザ家業なんてのは人様から疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジュルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。俺はこの町の歴史はよく知りませんが、清流会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。最近はそのバランスも崩れてきてる。どこの勢力でも下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎ上がる。じゃあホームレスからシャバ台を巻き上げるようなクズもいると聞く。ああそれ本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。そうか。でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。教えてくれてありがとうよ。会長は介護施設のことを一切ご存じなかったんですか？バカ言うな。戸塚が理事を務めていることくらいはもちろん知ってる。なんせあの介護施設は30年くらい前にうちの組が買い取った施設だ。本当なら老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。そこで戸塚を理事に据えて介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただこの戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは初耳だった。 あのしのぎはまだ模索の途中でした。手はずが整った俺には必ず会長の耳に入れようと。あんなもんしのぎでもビジネスでもねえ。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします、あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。カスがとか言ったな。はい、
お前少しばかり勘違いしとりゃせんか。え？さっきお前に礼を言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。ただ誰がしのぎの内容に意見しろと言った？でもあんなしのぎ単なる人殺しだ。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。それはしのぎをする上ではある程度仕方のないことだ。会長、ちょっと待ってくださいよ。そんなら何したって許されちまうだろう。戸塚、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ？エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス、安楽死ビジネスです。安楽死？嘘つくんじゃねえ。俺はこの耳で聞いたんだ。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。安楽死の定義は苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって死ぬ瞬間は穏やかに言った。それにな、安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。じゃあ菜の葉の親父さんは？あの女だってそうさ、親父を始末して欲しかったんだ。まさか。何がまさかだ。俺と直接会ってあの女を了承したんだからな。そんな。いい社会勉強になったな。さて、じゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。どうすか？はい。指など落とさんでいい。会長、お前のビジネスの全てを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい高部。えい。ああ、こいつ連れて行け。え？二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやれ。会長、会長！春日よ、任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。我々はメンツで生きてる。肩着に土足で上がられては清流会のメンツが型なしだ。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。お前らは今日この私と清流会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。久々にヒリヒリしました。俺は嬉しいですよ、会長。何がだ？18年も無所に入って出てきたら、俺が目指してたはずの極道は世の中から消えてた。でもあんたは違う。いい意味でも悪い意味でも俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんな奴なんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取って、
てめえの指を落とすようなそんな人でした。うん、よし帰るか。待て、一つ教えろ。あ、お前の親父とは誰だ。元東城会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川、ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川の親父さんなんです。荒川か、覚えておこう。